算数パズル。できる人は10秒で解く図形の両問、おまけ問題付けです。では始めましょう。図は正方形と扇形を組み合わせたものです。色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説をします。図のように透析移動して さらに補助線を引くと正方形の中に入ったラグビーボール型が2つできます。円周率が 3.14 の時、ラグビーボール型の面積は正方形の面積の 57% になります。その理由は他の動画で説明しているので、概要欄の URL からご覧になってください。扇形の半径は10センチなので、正方形の一辺も10センチ。よって上の式が成り立ち、これを計算すると114平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図のように点 O を中心とする円と点 O を通る線分 BC を一辺とする直角三角形 ABC があります。この時 CP の長さは何センチですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。